相手との戦いと自分との戦い、そしてやっぱりこのスポーツとして見られたいという戦い、まあ、この3つが、ずっと現役中は、肩にのしかかってやってたかな。よろしくお願いします。もう引退おめでとうございますで大丈夫ですか？はい、もう僕もそのつもりで今日の会見に臨みました。こういう風景を見るためにこれまで頑張ってきたんだっていうのがものすごく思ったんですけど、どうでした？終わってみて。たくさんの、ね、記者の方々もお集まりいただいて、自分がやってきたことが、評価されたのかなっていうふうな気持ちにはなりましたね。あの1月22日になんか私は突然発表したって感じだったんですよ。その22日までの間に練習とか、あともう前後はいいやみたいな感じだったんですか？どうだったんですか？最後まで自分のやっぱり後悔のが本当に残ってないのかっていうのを確かめる意味で、12月も合宿組んで、トレーニングをしてましたし、ただやっぱり年明けてちょうどナショナルトレーニングセンターにこう車で向かってる時に、高速道路から富士山が見えたんですよ。で富士山見ててもう登ったなと、登り切ったなと、なんかずっと悩みながら2ヶ月ぐらいこうトレーニングしてたけれども、もうなんかそのタイミングで踏ん切りがついたというか、これ以上もう自分の、思いを嘘ついて続ける必要はないかなっていうふうに思ったかなっていうところが、決断のタイミングだったかなと思います。奥さんはもういいよとかそういうことなかったんですか？実はやっぱり2021年のそのパラリンピック終わって僕はもう引退しようって毎日思ってたんですよ。その時はとりあえずオーストラリア、1月のオーストラリア行ってみてから考えなよと、っていうふうに、言ってくれて、あの全豪オープンの優勝があって、そこでいろいろ気づきがあって昨年は1年間続けてこれたんですけど、結局昨年の年末も同じような心境になるわけじゃないですか。もうやめたいっつって、そしたらもうやったねと、十分やりきったね、もうここで終わろうやというふうに、あの妻からもありがたい言葉をいただきました。お互いがやっぱり同じ気持ちだったので、そういう意味でも踏ん切りついたっていうところもありますね。実際自分の現役時代のその成績を見て改めてどうですか？長いことランキング1位でいたなっていうのは、すごく思えますね。2006年の時に世界一に初めてなって、まさかこの23年まで1位でいるなんていうのは、なった時はあとどれぐらい持つんだろうっていうふうに思ってましたからね。そういう意味では自分の予想以上の、キャリアを、成し遂げられたかなっていうふうに思います。いい時ってみんなすごく取り上げるんですけど、その中でも2012年に右肘を手術したりとか、なかなか勝てないのかなと思うけど、やっぱり金メダル取って、また再発して16年に、その時ってどんな思いだったんですか？16年は本当にもう肘ボロボロで、ボールが飛んでくるのは怖いと、でもうこのインパクトした瞬間に激痛が走るのは分かりながらも、こう顔を歪めてなんとか我慢してリオのパラリンピック戦ってたので、あれが終わってからまた治療の日々だったんですけど、なかなかやっぱり治療もうまくいかないっていうところでは、引退っていう言葉もあのタイミングでも考えてはいましたね。それでもその、どん底まで落ちてからの、フォームを見直して、この肘にとにかく負担がかからないようなフォームを追求したり、車椅子を変えたりコーチを変えたり、全てがこう変える必要があって、それを実行してきて東京のパラリンピックにつながったと思うので、なんかこの東京までの5年間はめちゃくちゃ濃かったですね。そういう意味では、なんかこれがほぼ僕のキャリアの、思い出すと
そこの5年ぐらいが本当に濃すぎて、2006年からなんで何年だ、17年ぐらい1位でいたけども、最後の5年の密度っていうものは、まあ、人としても成長させてもらったかなっていうふうに思うし、なんかいろんなものが詰まった5年間だったなと思います。それこそ見せながらなお勝つっていう、うん、これはどうしてその言葉が出てきたんですか？最初のアテネだとかその頃って本当にこう福祉だとか、うん、やっぱりそっち側の領域でこう報じられることが多かったので、俺はスポーツやってるのになんでそっちなのかっていう葛藤は、うん、やっぱりあった、うん、でその目を変えないと、本当の意味でこうプロ車いすテニス選手として認められないっていうふうに思ってましたし、自分自身もやっぱりそこへのチャレンジ、うん、っていうものをしていきたいと、やっぱり多くの方々の目を本当に、ね、一般の方々がある意味テニスを見る目、うん、じゃサッカーを見る目、野球を見る目、うん、なんかそれと同じように車いすテニスを見てもらいたいっていうところまでなんとかできないかなっていう思いは、このプロ転向後は特に意識しながら活動してきたところがありますね。その一つの手段が勝つことですかね。うん、そうですね。やっぱ結果を残さないと報じてももらえないので、うん、まあ、そこにはとことんこだわり続けましたし、それだけじゃなくてやっぱりパフォーマンスっていう、うわすげえっていうふうに思ってもらわないと、ね、スポーツってやっぱエンターテインメントでもあると思うんで、その領域まで持ってこれないんじゃないかなっていうふうに思ってたっていうところは、その戦いは厳しかったですね、はい、厳しかったけど勝ちましたね。そうですね、まあ、そこはね皆さんがどう評価、うん、してくれるかとは思うんですけど、うん、まあ、僕の中では、うん、かなり、うん、勝ちには近づいた、勝ったかもしれないし、うん、そこはこれから僕自身が皆さんの声を聞いて判断できることかなっていうふうに思います、うん、今度、まあ、引退します。次に新しい世代の子が、まあ、ちょうどっていうか、うん、そうですね、運命なのかわからないですけど、はい、小田選手だとか、うん、もうずっと頑張ってる上地選手とか、うん、どうですか、それをこう見て、あ、これで安心して引退できるんだなと思ったのか、うん、もうちょっと張り合って同じ時間をして一緒にいてあげたいとか、そういうのはどうだったんですか？まあ、東京でこの車いすテニスっていうのが一つこうスポーツとしてっていう舞台までようやくたどり着いたかなってところで、まあ、自分自身の役目もこれで本当に終わったなっていう気持ちになったのは、やっぱり託せる人たちがいるからっていうところも当然あるので、上地選手も小田選手もまだまだこれからタイトル取り続けると思うので、今度はそれを応援する、うん、立場に行きたいと思いますし、まあ、そういった環境をよりこう整備して、うん、この車いすテニス界がより盛り上がるような手助けができればなというふうに思いますね。今後のパラスポーツに対して、まあ、車いすテニスも含めて期待することとかありますか？やっぱりよりこう多くの方々の目の前でプレーする機会っていうのはやりながらも欲しいなっていうふうに思ってて、もともとこの車いすテニスってやっぱりその健常者のプロとこの車いすとグランドスラムも同時開催してますし、もっと世界中の、うん、そういった健常者のプロの大会でも一緒にやれることはあると思うし、またそこの力をもし借りなくても自分たちでこうお客さんを呼べるぐらいな力を最終的には見せられるようなスポーツにしていくってことは、もしかしたらこれから僕がそこで何かできることかなっていうふうに思います。